初代ブルーム坊男爵ヘンリー・ピーター・ブルームは、イギリスの政治家、貴族。1810年に、ホイック党の庶民議員に当選して、政界入りし、1830年から1834年に、かけての第二代、グレー伯爵チャールズ・グレーを首相とする、ホイック党内閣に大法官として入閣し、第一次選挙法改正法案の貴族院通過に、尽力した。は、 ブルーアムとも表記される。スコットランドエディンバラカウゲートにイングランドウェストモーランドブルームホールを本拠とする地主ヘンリー・ブルームとその妻エレノアの長男として生まれる。エディンバラ高校を経てエディンバラ大学へ進学。1803年には王立教会フェローとなる。1808年にはリンカーン放送院で学び法廷弁護士となる。1810年に キャメル・フォード選挙区から選出されて、保育党所属の庶民議員となったが、1812年の選挙で議席を失った。以降数年にわたって議会に議席を持たなかったが、1815年に、ウィンチルシー選挙区から選出されて、庶民議員に復帰し、1830年までこの選挙区から選出された。1830年には、 ナレスバラ選挙区とヨークシャー選挙区と選挙区を変えながら1830年の助舎まで庶民委員議員を務めた。所得税廃止、奴隷制廃止、過酷な刑罰の廃止、労働者階級への教育の普及などを主張し、ホイッ座派として知られた、党内では党首の第二代、グレー伯爵チャールズ・グレーの側近であり、1830年11月22日に、 グレイハクを首相とする保育党政権が発足すると、連合王国貴族者区イウエストモーランド州における、ブルームのブルーム某男尺に除されて、貴族院議員に列するとともに、大法官に任じられた。当時の大法官は、貴族院議長の役割も果たしており、第一次選挙法改正法案の貴族院通過に、尽力した。1834年のグレイハクの辞任とともに、辞職した。 以降は政治的影響力を弱めた。息子が亡く1830年創設のブルーム坊、男爵は廃絶濃厚だったので1860年には弟、ウィリアムを特別継承者とする連合国貴族爵位、ウエストモーランド州におけるブルーム及びカンバーランド州におけるハイヘッド城におけるブルーム坊男爵に除せられた。 1868年5月7日にフランスカンヌで死去した。死去と共に1830年創設のブルーム防弾爵位は廃絶した。1860年創設のブルーム防弾爵位は弟ウィリアムが継承した。1830年11月22日に以下の爵位を新規に除せられた。1860年3月22日に以下の爵位を新規に除せられた。 1819年4月1日にトマス・イーデンの娘メアリーアン・イーデンと結婚。彼女との間に以下の2子を設けた。ありがとうございます。